こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回はですね、久々に外からですねお届けしたいなと思ってるんですが、今回はですね、僕の友人がですね久々に連絡をくれたんですが、ちょっと最近ファッションに悩んでるんだよねっていう話だったので、これはもうですね実際にお呼びして、もう全身コーディネートして劇的ビフォーアフターを YouTube で皆さんにですねお届けをしてみたいなというふうに思っています。ということでですね、早速僕の友人のですね田中さんを、お呼びしたいと思います。田中さん、お久しぶりです。はい、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう4年ぶりぐらいですか？そうね、4、5年ぐらい経ったかね、なんかね。最近なかなか出れなかったから。そうですよね。お会いできなかったけど。なんかちょっとファッションで悩んでるって話だったので、どんなところで悩んでるんですか？そうですね、だから、ね、最近その全然出なくなっちゃったので、まあ、洋服ね、買う機会も全然なくなっちゃってね、気持ちも起きなくて、ずっとそのままいたんだけども、最近こうね、みんなが出るようになって、さあなんかこうおしゃれな格好しようかなと思ったら、全然服がないんですよね。確かにね、まあちょっと5年ぐらい前とちょっと流行とかトレンドも変わってるので、どの服選べばいいかって分かんないですもんね。そう、それでね、買ってみようかとお店行ってみても、なんか昔着てたような服とかね、僕が慣れ親しんだのが全然なくて、確かに。なんか雰囲気が変わったのかなとかって、そのかもわかんなくてね。なるほど。どうしようかなってちょっと悩んでる、ね。悩んでるんですね。まあ、ちょっとね、全身見てもらうと、まず靴から言うと、ブラックのスリッポンで全然悪くないと思うんですよね。これまた使い勝手がいいと思うし、デニムもね、細身で体に合ってるし、これはこれでいいと思うんですよ。で、まあ、上はダウンベストと、あとはパーカーですね。まあ、ちょっと全身カジュアルかなと思うんですが、体型に合った着こなしなので、まあ、これはこれでいいと思うんですけども、ちょっとこう今のテイストからすると少しサイズ感がタイトかなとか、またね、ちょっと全身のバランスで見ると、やや綺麗な方が、まあ、バランスがいいかなと思ったりするので、そのあたりちょっと変えてみたいんですよね。そうなんですね。楽しみにしてます。多分ね、スタイルもいいから劇的に変わるかなと思うんですが、まあ、今回はちょっと久々の劇的ビフォーアフターということで、もう頼れる存在をですね、今回用意をしていまして、こちら見てください。もうね、皆さんお馴染みだと思うんですが、ユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシングさんですね。こちらにお邪魔をしまして、もう全身ですね、合うような綺麗めな大人スタイルを作っていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんも参考にしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでですね、店内やってきました。まあ、ちょっとね、昨年末に一回来たので、その時は秋冬物多かったんですが、まあ、すっかり見てください。春物が多くなってますね。まだまだ寒いですけどね。はい。まあ、ちょっと見てみたいなと思うんですけど、ちょっとこれ、コートなんですけど、どうですか、こういったロング丈のベージュのコートとかって着たことあります？いや、いつもね、こうパーカーとか、なんかこう、短いものが多くて、あんまりこういうの着たことはない。まあ楽なのは丈短い方がね、楽ですけど、まあこれぐらい丈長いのとか、大人っぽくて綺麗かなと思うので、ちょっと今の感じとは、ガラリと変えられるかなと思うんですよね。なかなか素敵じゃないですか。ちょっとこれは、後で着てみましょうか。はい。あと気になるのは、やっぱりこう内側に着るものは、ニットとかはもう鉄板であった方がいいなと思うんですけど、まあ、ベーシックなとこだったら、やっぱりネイビーとか行くと思うんですけど、例えば、こういったグリーンとかって、着たことあります？触ったこともないかも。触ったこともない。なるほど、なるほど。まあ、そうっすよね。どういうふうにね、これを合わせたらいいかとか。確かにね。すごく難しいかな。そうですよね。色は鮮やかで綺麗なんだけど、これをコーディネートにどう入れるのかは、なんかイメージ湧かないですよね。そうですね。そうだな。ちょっとそう言われるとなんか、個人的には無償に使いたくなってますけどね。はい。ちょっとグリーンのニットとかも良さそうですね。あとはですね、ちょっとこっちの方行ってみましょうか。ね、春物すごく増えてきてますね。はい。こっちの方行くと、そうですね、ニットもね、いろいろ出てきてますね。このあたりのライトグレーとかもね、似合いそうな感じしますけどね。このあたりはもう鉄板で合うと思うんですけど、グリーン行くか、こっちのグレー行くか、ちょっとね、着た状態で、良い方をですね、後ほど、アフターでお見せしたいなと思います。まあ、これも使いやすそうですね。あとは、まあ、デニムね、今こういったね、綺麗な深めのインディゴブルーですね、履いてもらってますけども、ちょっとね、こういったウォッシュかかったグレーっぽいやつも、意外とですね、かっこよかったりするんですよね。こういった色、履いたことあります？
ベースもね、ブルージーンズ変えたことないですよね。ああ、そうですよね。なんか、でもかっこいい感じが。そうですね。うん、これはこれでちょっとモード感あって、シャープになるので、意外とかっこいいですよ。うん、なので、ちょっとこれも、後ほど履いてみたいと思いますね。はい。あとはですね、こっち行ってみましょうか。まあちょっとね、カジュアルなものですね。パタゴニアとかこのあたりもいい感じだし、あとはやっぱりグラミチですかね。グラミチって知ってます？なんかね、聞いたことはあるけど、はい、まだ、買ったこともないし。買ったことないですよね、うん。ちょっとこうスポーティーな雰囲気のパンツで、こういったね、うん、ゴムがついていて楽に履けるんですけど、うん、シルエットとしては結構細身で綺麗なので、うん、このあたりもちょっとね、うまく取り入れながら着こなし作りたいですね。うん、はい。じゃあ初めてですか？そうですね。じゃあちょっとグラミチも履いてみましょうかね。はい。あとはこっちの方もいろいろと鮮やかなものが出てきてますね。まあカーディガンとかもね、なんか春らしくていいですけど、着ることあります？あんまりないかもしれない。あんまり着たことないですか？ね、こういうのも大人っぽく見えて、春には一着あるとめちゃくちゃ便利なので、このあたりも似合いそうですけどね。うん、いいなどうなるか楽しみですね。うん、なんか着てみないと分かんないところもあるので、ちょっとそこら辺はお楽しみなんですが、まあ今日はね、まあ1個だけじゃなくて3パターンぐらい作ってみたいなと思うので、まあそのうち1個ぐらいちょっと綺麗な感じもいいかなと思うんですよね。ちょっとジャケットとか、例えばちょっといいところにレストランとか行くときとか、うん、どんな着こなししてますか？やっぱりね、そういうときが一番困るんですよね。こういう格好でいけないし、まあまあそうですよね。行くときにだからね、すごく緊張するんですよね。なんかこんな格好でいいのかなとか、ね。なるほど。うん、まあ、そういうのがあればね、うん、多分きっと楽なんだろうけど。そうですよね。どういうふうに着こなしたらいいかちょっとわかんないですね。うんうん、まあこういうネイビージャケットは一着あればかなり使い勝手いいので、ちょっと最初の一着としてこれも着てみたいなと思うので、ちょっと楽しみにしていてください。そうですね。こんなところで、まあ、いろいろと見てきましたが、じゃあ、あとはですね、実際に着ていただきながら、新しいちょっと田中さんのスタイルをね、発掘していきたいなと思いますので、これからちょっと実際に着替えてもらいたいと思います。まあ、せっかくなんでね、今回は髪もね、ちょっとこうセットしてもらって、髪の印象ってね、全然大きく変わるので、セットっていつもやってます？いやー、いつもシャワー浴びてね、そのままあとドヤで乾かして終わりぐらいですね。うん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 。ちょっとここはね、ちゃんとプロに来ていただいたので、しっかりとねヘアセットもしてアフターに臨んでもらいたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。ああ、素敵じゃないですか。だいぶまた変わりますよね。うん、どうですか、いつもと比べて。全然なんか雰囲気が変わってきて、うん、いい感じになりました。これだけでももう帰ってもらって大丈夫かなと思うくらい。良さそうですね。はい。こっからじゃあちょっとね、さっき選んだ服に着替えて、はい、さらなる変身をちょっとしてもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで実際に着替えてもらいましたが、うん、めちゃくちゃ似合ってんじゃないですか。ねえ、本当に、うん、このコートベージュすごく雰囲気いいですけど、着ることあります？こういったベージュ。いや、こういうあんまり長いのはね、さっき言ったけど着たことないんですけど、うんうん、なんかこう今時っぽくてね、なんかすごくいい感じがする。うん、大人っぽく見えますよね、うん、このベージュのコート、まあ、やっぱり春っていうと、まあ、ネイビーだとかブラックのステンカラーコートって定番なんですけど、それだとこう人との違いがあんまり出ないし、季節感が出ないので、うん、まあ、こういったこうベージュとか明るめのカラー着てもらうと一気にこうね、うん、華やかさが出るので、すごいよく似合ってますよ。うん、ありがとうございます。なんか表面にもちょっとこうね、シワっぽい加工してあるので、うん、このあたりがちょっとこなれ感があって、雰囲気もいいし、うん、まあ、カジュアルでも使えるし、ちょっとオンっぽいような、綺麗な着こなしもあるので、うん、これはね、もう鉄板のコートで、僕も似たようなもの、去年のグリーンレベルさんの持ってますけど、うん、いいっすよね。そして中、ちょっと開けてみてください。ね、ニットちょっとね、グリーンにしようか、グレーにしようかっていうところでね、先ほど出てましたが、このグリーンにしました。うん、すごいパキッと綺麗な色合いで、新鮮ですよね。どうですか、うん、グリーン。なんかこれだけ見てると、はい、これで合うのかって、例えばね、お店に並んでるのを選ぶかっていうと、うんうん、ちょっとどうコーディネートしたらいいかわかんないけども、こうやって着てね、合わせてみると、はい、すごくいいです。すごく、なんか、意外と落ち着いてて、はい、うんうん、まあ、綺麗なんだけど、これ落ち着いててね、安心してなんか着てられる気がする。そうですよね。ね、
なんかこのニット自体はすごく鮮やかで綺麗なんですけど、その上にこのようなコートを着ると見える分量がちょっと少なくなるので、うん、意外とこう派手さもないし、うん、ベージュとの馴染みもいいし、あとはこのグリーンのニットを一つこうアクセントにしたら、まあボトムスはこういったブラックだとか、なるべく濃いものにしてもらうと、ブラックあとダークグレーとかでもいいと思うんですけど、ここはなるべく抑えめにしてもらうと、割とこう、そんなに違和感なく馴染むかなと思うので、パンツもグラミチめちゃくちゃいいじゃないですか。ねえ、腰の感じ、ちょっとベルトをこのようにね、ついてるので、ウエストの調整もできるので、このあたりも含めて着心地いいので、めちゃくちゃいいですよね。で、ちょっと足元も見てください。ニューバランスのスニーカーね。まあ、これまた、まあ、今っぽくてすごくいいですよね。色はですね、これ、まあ、ほとんどホワイトに見えますが、実はこう、ほんのりグレー味があるような色合いになってまして、まあ、パキッとしすぎないような色味なので、すごくね、着こなしにも馴染みますよね。いや、なかなかこれ、別注なんですよね。これ、グリーンレベルさんの別注のニューバランスで、価格も7920円ということで、結構買いやすいので、これ使い勝手いいかなと思うので、すごいかっこいいスタイル。ありがとうございます。はい。なんかモテそうですね。どうしよう。いいと思います。ぜひ、ガンガンこのスタイルも楽しんでいただければなと思います。はい。はい、続いて、じゃあ2つ目のコーデに着替えてもらいたいと思います。続いて2つ目のコーディネートですが、うん、これまた全然ね、ビフォアを見ていただいて皆さん比べてもらいたいんですけど、雰囲気ガラリと変わりましたね。うん、どうですか、これジャケットのスタイル。なんかいつもなんか着たことないんだけど、なんかピシッとかっこよく、うん、はい、かっこいいっていうことがふさわしい感じ、ね、そうですよ ね。なんかね、まあスーツとかそういったものの延長線上のアイテムなので、ジャケット一着あると大人の男性にはハマりやすいので、うん、これあれば素敵なレストラン行けそうじゃないですか。行けそうですよね。うん、安心してなんか行けるような気がする。そうですよね、うん。なんかいそうな感じしますもん。うん、この感じでね、すごく素敵だと思います。まあ、ジャケット自体はもう本当にね、ベーシックで使いやすいアイテムで、これだと一着あれば、あんまりこうシーズン関係なく使えるので、これは持っておいて損がないジャケットかなと思いますね。まあニットなんですけども、ライトグレーでこのあたりの色合いも春らしくて、すごくバランスがいいのかなと思いますね。で、首が細いので、ちょっとネックが高いぐらいの方がバランスよく首の収まりがはまるので、すごくこの感じも似合ってるかなと思いますね。で、ボトムスなんですが、今度はですね、いつも履いていたブルーデニムではなくて、ちょっとグレートーンの色落ちのしたね、デニムを履いてもらったんですが、まあ、どうですか、うん、このような色味。いやね、ずっとね、ブルージーンズばっかりね、子供の頃から履いてたんだけど、うん、だからやっぱ新しい色ってすごいなんか不安だったんだけど、すごいこう、全体的に似合ってて、はい、うんうん、落ち着いててすごいいいなと思って。そうですよね。うん、この色僕好きで、個人的にもよく履くんですけども、なんかこう、ちょっとモード感もあるような感じで、うん、いつものブルーとは、雰囲気変わるので一本あると便利かなと思いますね。ね、ジャケットのスタイルでもちょっとこうデニムで少しカジュアル感出してあげると、まあ、気軽さもあって今の時代にも合ってるかなと思いますね。で、足元見てください。皆さん、あれですよ。いつものジャーマントレーナーをここに合わせてみました。まあ、この白レザースニーカー系は1個あるとすごく便利なんですけども、ジャケットのスタイルでローファーとかもいいんですが、少し着崩してあげて、こういったレザー系のスニーカー、うん、まあ、ジャーマンなんかはすごく相性がいいので、まあ、このね、スニーカーとニットの感じを少し色を合わせながらっていう感じで、めちゃくちゃよく似合ってますね。うん、なんか本当に、なんか嬉しくなってきて。ああ、よかった。このまま出かけてもらいたいですね。そうですね。はい。じゃあ続いてですね、3つ目のスタイル、ちょっとガラリと雰囲気変えたいなと思うので楽しみにしていただきたいなと思います。はい、ということでラスト3つ目のコーディネートなんですが、うん、はい、これが多分皆さん見ていただいてもガラリと変わった感じがですね、一発で伝わるかなと思うんですが、どうですか、こういったスタイル。いやね、ちょっと初めてだからなんかね、はい、あれなんだけど、そう、太いパンツとか履いたことないし、はいはい、この白いパンツとかね、すごいこのシャツといい、なんかすごい鮮やかですよね、うんうん、そうですよね。だけどなんかこの黒いのをね、着てる感じで、はい、ちょっと締まる感じで、うんうんうん、いいかなと思って、うん、田中さん、なんかコメントが的確でありがたいですね。そうですか、はい、はい、でも本当におっしゃってる通りで、すごくね、カジュアルな着こなしではあるんですが、ちゃんとこうメリハリの効いてる配色になってるので、すごくなんか雰囲気いいなと思うんですが、うん、まずはこのね、短めの丈のアウターですね。まあ一番最初にはステンカラーコート、ちょっと長めの丈のものをね、着ていただいたんですが、今度はちょっと春らしいね、短めの丈のアウターなんですが、コーチジャケットのベースデザインなんですけども、これをデニム地にすることで、すごく鮮度が高いようなアイテムに仕上がっていて、これめちゃくちゃかっこよくないですか？僕もこれは欲しいなと思っていて、これはかなりいい仕上がりかなと思いますね。で、内側にはですね、ちょっとこのアウターがカジュアルなので、
綺麗めなブルーのですね、シャツを合わせました。これまたですね、もう清涼感とか爽やかさ抜群にいいので、すごくお似合いですね。ちょっとサイズ感ゆったりですけど、うん、でもこれぐらいだったら違和感なくないですか？そうですね、なんかね、初めてだけどちょうどいい感じが、なんかゆっくりしてて、うんうん、着やすいって感じがする、ね、うんうんうん、そうそうそう、意外と着てみるとそんなに違和感ないと思うので、うん、まさに大人のちょっとちょいゆるサイズぐらいですかね、あの雰囲気が出てすごくいいなと思いますし、ボトムスもシルエットが2個目のコーディネートと比べると少しゆとりがあるんですが、まあ、最近このような白系のボトムスも少しゆとりがあるものも増えてきてるので、ややこうラフな感じで履いてもらうのもなかなかいいかなと思うんですが、どうですかこのシルエットは。うん、やっぱり初めてかな、いつもねずっと細いスリムばっかり履いてきたから、はいはいはい、うん、なんか斬新な感じ。斬新な感じ。気持ちがさせてる、ね。いやいや、わかりますわかります、うん。最初は多分見慣れない感じもあると思うんですけど、まあ徐々にそれが履いてるうちに慣れてくるかなと思うんですけど、うん、僕だとか見ていただいてる皆さんは多分最初からしっくりきてると思うので、うん、あとはね、馴染むのを待ってもらうとさらに、うん、あの気分が上がるかなと思いますね、うん。足元はクレマンのチロリアンシューズですね。これまたもう定番で、間違いのないチョイスですね。まあ、革靴で少し大人っぽさを出してるんですけども、まあ、こう、ストレートチップのシューズとかに比べると、こう、カジュアル感があるような雰囲気なので、こういったデニム系とのアイテムともすごく相性がいいので、すごくハマってますね。こういう革靴履いたことあります？いや、こう革靴ね、ほんと履いたことないから。ああ、ちょっと新鮮ですよね、これまたね。ね、なんか少しなんか底も高くて、はい、なんか足が長くなりそうな感じ。いいですね。ちょっと嬉しい。羨ましいです。僕もそれでちょっと身長盛りたいので貸してもらいたいと思います。すごくこのスタイリングもよく合ってるので、ぜひ大人の男性もですね、こういったカジュアル感のある着こなしも、あの綺麗さをちょっと出しながら、シャツだとか白パンを合わせながらだと割とハマりやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ですね、久々のビフォーアフター企画をしたわけなんですが、どうですか皆さん、もう全然雰囲気変わりましたよね。もうね、この変わった雰囲気、皆さん驚かれてるかなと思うんですが、実際どうですか？全体通して変わってみて、どんな感じですか？気分的には、うん。やっぱりね、なんかずっと昔から着てた服を、同じようなばっかり服着てたから、うんうん、やっぱこう、時代が変わってんだなって思いましたね。うんうん。うん、ね、なんか多分最初はね、これ大丈夫かなって思ってる部分もあったと思うんですけど、うん、だんだんね、こう、着慣れてきたりだとか、より様になってくる感じもあるかなと思うので、このスタイルもぜひ楽しんでいただきたいなと思いますね。うん、まあ、今回はちょっとグリーンレベルさんのご協力で、まあ、久々にこのね、ビフォーアフター企画、かなり僕自身も楽しかったので、また継続してやっていきたいなと思ってます。田中さん、ご協力いただいてありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。ぜひ、これからもガンガンですね、ファッション楽しんでいただければと思っています。はい、ぜひぜひ。はい。ということで、以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。